わざとです。本日も、ジェイク島袋子さんの双方解説やっていきたいと思います。2曲目はですね、ジェイク島袋子さん、ワン・フォー・スリーです。ワン・フォー・スリーはですね、非常に、人気が高い曲で、僕の生徒さんたちもね、皆さんやっぱね、ワン・フォー・スリーやりたいな、いつかやりたいな、おっしゃって、いらっしゃいます。ワン・フォー・スリーという曲なんですけども、いっぱいいろんなバージョン、いろんなアレンジでありますし、オフィシャルで販売されている楽譜もですね、僕が確認したところ2つ最低でも今のところ2020年3月末現在であります。僕が今日ご紹介し、ご説明していきたいのはグランドウクレで収録されているワン・フォー・スリーをご説明していきたいと思います。こちら楽譜が、市販で売られてますので、こちら参考にしながら聴いていただけると、もうバッチリなんじゃないかなと思います。こちらも合わせて購入してトライしてみてください。ワン・フォー・スリーです。冒頭で聴いてもらったようにですね、実はこの曲8分の6拍子になってます。8分の6拍子です。はい、これですね、全然わかんない方にもご説明ね、できればと思うんですけども、普通皆さん、僕らって4分の4拍子、結構これが多いと思うんです。ポップスとかでも4分の4拍子。四分音符が1小節に4つ入りますよっていう意味なのが4分の4拍子です。なので、1、2、3、4、1、2、3、4。これが4分の4拍子です。1、2、3、4。4までが1小節で、またこういうの繰り返し、1234、1234、1234ってこうね、小節が続いていく。これが4分の4拍子です。で、8分の6拍子というのは何かというと、8分音符が1小節に6個入りますよ。という意味なんですね。で、これは大まかに言うと、僕のこの曲の解釈では2拍子だと思います。8分の6拍子、別に約分とかしちゃダメなんですよね。8分の6拍子なんで、1、2、3、2、2、3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 。これをですね、もう体に染み付けていってください。という感じです。心の中、頭の中でぜひもう拍を数え続ける、結構難しいです。他の曲もですね、やっぱリズムって体の中で、まあこれが自然となれば一番いいんですけども、拍を数えながら演奏するというのがもう音楽としてね、すごく大事な要素なのかなと思いますので、8分の6拍子、1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3。で、これをまず、馴染ませていく。そしてこの曲はですね、様々なストロークの技法を、めちゃめちゃ学べるんですね。なので、ワン・フォー・スリーがなんとなく形になれば、それを応用していろんな曲をかっこよく演奏できると。いうストローク技術が身につきます。ワン・フォー・スリーで、ストロークを極めるじゃないですけども、いろんなね、表現技法、ストロークで歌う曲だなと、この曲、僕は解釈してますので、ぜひ最後までなくなりましたけど、ご覧になっていただけると嬉しいと思います。はい。で、先ほどお伝えしたように、最初、8分の6拍子になるので、それをまず、体になじませる。というのが、このリハーサルマーク A の部分の4小節、出だしですね。はい。で、こうやって歌がね、じゃメロディーがタタタタタンタカタってこうね、入っていきますけども、最初の4小節、まずここをめちゃめちゃ練習してみてください。で、まずは簡単にダウンストロークで始めていきます。はい、こんな感じで1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、8分の6拍子を体になじませてください。理想は、足で1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、
1と2で足踏んでください。1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3で、口言いながらです。1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3。口に合わせて人差し指のストロークを上から下に下ろしていきます。左手は2、4弦から2、4、0、0、人差し指で、4弦の2フレット押さえてもらって、3弦の4フレット薬指で押さえます。で、1弦と2弦は開放弦です。親指はちょっと後ろに持ってこないと指が開かないと思うので、親指ここら辺です。ネック、ここありますね、裏側のネックのところ、真ん中よりちょっと下、ここに第一関節を置いてください。指先がネックにくっつくことはまずありえません。こうです。結構手首前に突き出すような感じになりますね。ちょっと指立てないと下の弦に当たっちゃったりするので、最初ちょっとこのポーズきついかもしれませんが、これをですね、まずもうずっとトライしてみてください。これ、ね、慣れてきます、だんだん。で、口で必ず言うことで、右手もそれに合わせて引いて、1と2で足を踏むと、1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3、ここです。はい、これをどんどんリズムこう崩していくので、ここが分かってないと、なんか全体的にもうなんかよれちゃっているような感じになっちゃいますから、ここをまずですね、もうなんか命綱です。これが足が命綱。これがリズムが一定になるための、命綱だと思ってください。これがないと落ちるというわけです。はい。で、ストロークなんですけども、今人差し指で1、2、3、2、2、3下ろしていきました。はい。改めてなんですけども、ストローク、皆さんどうされてるでしょうか。ストロークですね、非常に奥が深いんですけども、なんかね、気軽なイメージ少しあると思いますが、まあ最初はそれでもいいと思うんです。もうなんか指を当てて弦ね、こう鳴らしていくというポイントです。ちょっとかっこよくしたいならば、まあストラップあるない関係なしにですね、右手のここら辺ですね、ここら辺、肘じゃないんです、肘より手前の方ですね、できれば素肌がいいです。素肌、服だとね、こう滑っちゃうんですね。特に冬はセーター滑ります。全然フォーム安定しないと思います。で、ここにペタッとこのボディのですね、この縁の部分ありますね、これちょっとこう、ま、ここ、これウクレレだと色変わってるところです。ここに当てがうんですが、だいたいこのブリッジというこの弦がね、ここ引っかかってるところありますね、この真横ぐらいです。ここら辺、上じゃダメです、ここなんです、ここら辺、よいしょ。で、ここら辺になぜダメかというと、こう振っていくうちにどんどんこう滑って下に落ちちゃうんですね。だからダメです。ただストラップしてる場合は別です。いろんなストラップの種類ありますね。ここにかけるギターみたいなタイプのやつとか、これジェイクさんのオリジナルの、ストラップなんですけども、非常にこれね、便利です。アルペジオもしやすいし、ストロークもしやすいし、傷つかないし。なので、ジェイクさんの曲やるにはね、このストラップ結構重要かなとは思いますが、ちょっと高いんでね、下によかったらリンク貼ってます。在庫があったりなかったりするんで、ちょっとね、そろそろ確かめてみてください。で、ここに右手、こうね、乗っけてもらって、で、腕をですね、右のこの2の腕、1の腕この上腕のここですね、ここがガッとこう奥まで当ててください。ここなんかこんな感じで、ここら辺でこうチャカ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 やってる人いると思うんですけども、こう手首でね、ここ合ってますよね。そうするとストロークのここの幅を、振り幅を稼ぎたいんですね。なぜかというと、スピードが乗れば乗るほどストロークが歯切れよくなりますから。なのでここら辺だと全然スピード乗らないと、でなんかガチャ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 した感じのストロークになっちゃいます。なので
奥まで、もう一番奥までこう入れてください。で脇でこう挟み込むようにして持ちます。でそうするとこうね、あのボディ安定すると思います。でまああの下の4本の指でここを支えてもらって、でまあ片手で持てればもうほぼあの大丈夫な、フォームかなと思います。はい。でまあそんな感じなんですけども、でストロークするところなるべく遠くのところを狙ってください。基本12フレットもしくはボディよりちょっと上に出たらへん、ここら辺です。ギターの先入観がある人でサウンドホール付近で弾く方は多いと思うんですけども、もちろんこれもありです。こっち側ストロークするとちょっと柔らかい感じになりますね。ここら辺です。こっち側行くとちょっとカリーンカリーンと硬い音になります。要は選択肢があるということなんですよね。どこがダメどこがいいとかはないんです、ウクレレって。なので自分で選ぶということが大事になってきます。ここら辺でもいいですし、ここら辺でも OK です。チェックさんは割とここら辺で弾くこと多いですね、この曲で。上の方とあります。まああのストロークシャカシャカここで弾くときは上の方がいいと思いますし、ここら辺でちょっとこうシャキッとストローク、パンチ当てたいとガンガン行きたい時とかはあのここら辺でストロークするとすごく形になると思います。ここら辺でちょっとゆっくりちょっと音色変えたいな、シャキッとさせたいな、キラッとさせたいなっていう時はここら辺使ったりとかもします。選択肢なのでちょっと覚えておいてください。ストロークは弾く場所によって全然違うよと。はい。でまあ今回練習なので、ストローク大きく腕振っていきたいと思うので、なるべく遠くの部分、ボディよりこっち側です。ヘッドの、ここで弾いていきます。で、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、吐く数えながら、人差し指でダウンストロークしてみてください。ストロークの時、またちょっと別の動画でね、やろうと思いますけども、人差し指、爪をですね下向きにしてくださいね。必ず横向きのままこういう風に引くんではなくて、人差し指こちらです。爪の面が地面を向くようなイメージです。こうではなくこうなんです。でこれはもう下ろしていきます。こうやって引く方時々いらっしゃいますけども、これ爪ガリ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 削れちゃうと思うので、面当ててください。面がまあピックみたいなイメージですね、ギターやってる方だと。はい。で動かす部分は人差し指、第一関節、第二関節、この根元、これ全部動かします。実は人差し指だけでもストロークできます。で手首、ちょっと腕、こういうふうにですね、ムチをしならせるようにしてこう振っていきます。肘、手首、付け根、この関節2つで、もうスピードが、まあ、乗算するわけですよね。こうどん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 こう振っていければ、これが例えば結構多いのが腕だけしか振ってないと、指ガチガチ全然動かないで、手首も動かない、こんな感じだとデロン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 っていう感じで、こうシャキッとしないですよね。目標のストロークの音は4本の弦が1つの音に聞こえるようにストロークするです。こうです。でゆっくりするときは、まあ、こういうのもありますけども、僕はこれちょっとかっこいいですよね。こんな感じになっちゃいますから、っていうですね、一発一発がなるべく一つの音に聞こえるように歯切れよくストロークする、これが非常に大事な部分、かっこよくね弾くポイントかなと思います。まあ大きく振るっていうのがやっぱりね大事ですね。指も使うし手首も使うし、腕も使うと。
全部使うと。腕全体使っていきます。はい。で、あとは、このボディより大きい幅をちゃんと振るというのがポイントです。結構ここら辺で、なんか腕のね、このストロークの幅が狭いですね。この弦と弦のこの幅しか振らないってなると、結構あのまあスピード乗らないし、なんかデロン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 しちゃって歯切れ悪くなっちゃいますから、大きく振ります。スパスパスパ。ダウンとアップは上から下に下ろすダウン、アップ、交互に弾くのが、まあ、オルタネートストロークっていうんですけども、これも、なるべく同じ音量、同じ音色をまず心がけるといいと思います。もちろん強弱ね、つけていったりとかするんですけども、同じ音量ができたらそこからこうあの足し算引き算してね、あのアクセントをつけやすくなったりとかするので、まあシャキッとしたストロー、かっこいいストローを目指して、やっていければと思います。はい、ちょっとね、分かんなかったらたびたびちょっとこうまめに、僕の動画をご覧になっていただいて、はい、思い出していただければなと思います。はい、では長くなりましたが、ワンフォースリーのこのイントロめちゃめちゃあの深いですね。でまずそのね、こう、大きくしならせる。大きく振る。なるべく、ストロークの4本の弦の音を1つの音に、する。ということで、まず、1、2、3、1、2、3ですね。ダウンストロークです。はい。で、これができましたね。1、2、3、はい、でそしたらですね、この143という曲は基本的なコードストロークのリズムパターンというのがジャンジャカジャカ、これです。ジャンジャカジャカ、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 これを繰り返していきます。はい、で1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3というふうに1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3というふうにダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップというふうなオルタネートストロークをずっと続けていきます。で、曲が展開していくわけなんですね。途中ちょっとまあ微妙にストロークパターン変わってきますけども、そこがまだ、派生していったりとかするので、これが基本です。なので、リハーサルマーク A、143のリハーサルマーク A は4小節、これチュートリアルだと思ってください。このストロークがまあ、基本となって、もう今後曲発展して盛り上がっていったりしますよというチュートリアル4小節です。で、人差し指で1、っていう風に進んでいきます。人差し指まず1本だけです。ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ここで上げてダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウンした後に一回空ストロークというものがあります。上に持ち上げてもう一回ダウンするためにこう上げてますが、その時は弾かないんです。ジャン、うん、という感じです。はい、これもまた基本になっています。拍数えながら、そして足踏みながらできますでしょうか。どっかしらも抜けちゃってもいいと思うんで、トライしてみてください。だんだんとねスピードアップしてもいいと思います。はい、で、人差し指でストロークができました。さらにここからが重要なポイントになるんですね。この曲まずは
今人差し指で全部やったんですけども、なんと親指のストロークも、結構こう兼ね備えてですね、親指と人差し指のストロークの混在した、ストロークになっていきます。どういうことかというと、今、ダウンダウンアップダウンアップダウンダウンアップダウンアップ、オルタネートストロークですね。拍の頭はダウンで裏拍アップですよ。1と2と3と1と2と3とで、必ず右手がその動きをして、で弾かないときは右手止めるんじゃなくて、そこの給付の部分も空ストロークという風にして手を動かし続けると、でそうすると、給付の部分が、しっかりこう腕の振りによって取れるので、リズムが安定すると。な感じですね。弾かない時も必ず腕を振り続ける。これがなかなか難しいんですよね。カラストローク。はい。ちょっとこれはね、また別の動画でご説明しようと思うんですけれども、リズムトレーニング必須の項目になってくるかと思います。なので、ぜひご興味がある方は、ちょっと難しいかもしれませんが、少しずつ慣れていきましょう。で、今人差し指のダウンで親指が人差し指と親指のストローク混在するということでしたけども、ダウンが親指になるんです。で人差し指がアップ、親指と人差し指のこれが基本形になります。あとはアクセントが乗っかってる感じなんです。で、親指のダウンストロークの時は弦とですね、親指をまっすぐにしてください。こう角度ついたりしちゃダメです。こういうふうな感じで弦と水平、そして垂直な感じです。こうちょっと立ってもいいですけどね。はい。でこの爪ではなくて親指のこの横の部分のですね、この横の部分ですね、側面をシュッシュッ、こんな感じですね。こするだけです。なので音的にはあんまりならないんですが、はい、うまいプレイヤーほどですね、ちっちゃい音と大きな音量をこれ引き分けていきます。こするだけ。ちょっと柔らかい弦とかね、ソプラノウクレレってダイナミクスといって音量の大小をつけにくかったりとかするんですけども、親指でそっとこう、上から下に撫でてください。これがダウンストロークです。で、あとは人差し指のアップストロークです。これもちょっとペローンってめくるようなイメージでしょうかね。指の腹を使ってちょっといろんな当て方あるのでね、いろいろ試行錯誤してどんな音の変化があるか、これでいいのかな、あれでいいのかな、こういろいろ試してみてください。いろいろ試すのが一番重要な練習ですね。どういう風な当て方をするとどういう風に弦が音色が変化していくのか、これに敏感になっていけると使い勝手が分かってきたりとかします。それもね、ノウハウとして蓄積するといい曲聴いて、いいなこの音弾きたいなと、こんな感じかなで弾けたみたいな感じになりますから。はい。でこれで親指ダウンじゃん、人差し指アップ感じになります。これが基本です。まだ基本はい、もうこの時点で結構おやひと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 、なんか左手もちょっと疲れてきますよね。はい。でもこれが一応基本のストロークになります。で
1、2、3、2、2、3、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 というふうにですね、こう、ロールという、こうね、ブワーンってありますね。こうね、これ、これです。はい、かっこいいですね。で、これの、まあ、ロールが2小節に1回入ってる感じです。ですから、計2回ありますね、イントロ。はい、という感じになります。出だしにまず1回、初っ端から入ります。はい。で、ロールのポイントです。今日盛りだくさんですね。なんか一つ一つの動画でまたテクニックご説明したいと思いますけども、ロール。まずですね、思いっきりグーしてもらって、まあ、いろんなやり方あると思うんですけども、この指の、手のですね、手のひらに指を完全にくっつけてください。ここからがスタート。はい。必ず毎回ここからスタートしてください。で、まずは一本ずつ動かすということに慣れていきます。手首を動かさないでください。そのまましてるとこう開くうちにだんだんこう下の弦に下もう来ちゃってもうふっとこう開けても弦に当たってないじゃんみたいな感じになっちゃいますから止めると。でこのサウンドホールの上が最初やりやすいと思うんでここでいいです。で小指ピッ薬ピッどっかの弦に一本で待てれば OK です。で中指人差し指4本デコピンしてください。バン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 こんな感じです。結構ここら辺が疲れると思います。はい、結構なんかここら辺筋なんか痛めたりとかしないように気をつけてくださいね。で、まあ、ここら辺の筋肉、割とこう疲れると思うんですけど、ここ使います。これスポーツだと思っていただいて。はい。ちょっとね、なんかマジか、みたいな。いや、そんな大変だなって思っちゃうかもしれませんが、一応これ、やっていけると、だんだん慣れていきます。で、よくある、問題点として、全部こう、いっぺんに開いちゃう方が多いですね。こう、パンパン。みたいな。はい。やっぱ小指から順番なんです。結構きついです、最初。こんな指の動き普段しませんからね。で、難しければ小指なしでもいいです。中指、パーン。ごめんなさい。薬指、中指、人差し指。3本。小指なんかね、ちょっときつい感じあると思うんで。で、結構これね、グー。ここに置くのがポイント。全部の弦、ね、ちゃんと、全部の指が当たるようなところで、ちゃんと設置して、で、指、手首動かさない。指のパワーだけで、パッ、勢いよく、思いっきりパーして、当てていく。というのが、ポイントです。ちょっとこれはですね、人それぞれなんか結構症状が分かれるので、できればね、マンツーマンとかで、なんか実際見せてもらって、こうですね、言えたら一番いいと思うんですけども、はい。なので、こう、ロール、ギター界隈だとラスゲアードとか言ったりするんですけども、これを使っていきます。1、2、3、2、2、3、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 はい、最後、1、2、2、3で、2、2、3、ここでアクセントが、ついていきます。このなんかくの字みたいな、逆くの字みたいなものがアクセントになります。これ来ると、まあ人差し指もしくはまあロール、ちょっと強調してねっていうストロークのところなんですね。なので、ここだけ人差し指のダウンを使います。他は全部人差し指アップですよね。でもここだけダウンなんです。なぜここでダウンかというと、爪がダウンだと当たりやすいので、ここで強調できるということなんですよね。ここだけ親人親人人人という感じで、んじゃかじゃかじゃんじゃか、1、2、3、2、2、3、1、2、3、2、2、3というふうに、入っていきます。結構
ね、これがまずイントロの4小節です。で、はい、というふうに、入っていきます。これが今親指と人差し指、そしてロール、使ってきました。もうここだけでなんか結構盛りだくさんな感じですけども、ぜひこのイントロだけでもすごくかっこいいので、じゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃか、ぜひトライしてみてください。これを応用するとですね、親指と人差し指で、アクセントをこうつけながらストロークできたりするので、なんか結構ドラムとかベースとか雰囲気をこうね、醸し出しながらこうかっこよく弾けるんじゃないかなと思います。親指の優しいダウン、人差し指の優しいアップ、そして人差し指のダウン、あとロール、はい、ちょっとね、いろいろ出てきましたけど、何回かぜひね、ご覧になっていただいて、ぜひ習得していければと思います。一つ一つのテクニックに関しては、また別の動画で詳しく、ご説明していこうと思うので、とりあえず、ワンフォースリー、出だしの4小節でした。わかんないことあればね、なんかコメント欄かな、どこかにメッセージいただければと思います。もしね、これからもワンフォースリー、ちょっと今後全解説していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録、もしくはいいねボタン、ぜひ、下、押していただければ、嬉しいです。はい、よろしくお願いいたします。では、また、お会いしましょう。